はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリキャリチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。はい、はい、お二人が心を打たれたなと思う偉人の名言はありますか？偉人の名言、シンプルな質問。そうですね、うん、偉人の名言、うん、思考は現実化する本のタイトルね。そうですね誰だっけ？ナポレオンヒル。あー、なるほどなるほどなるほど。でもあれ超シンプルじゃないですか、うん、思考は現実化する、うん、名言ではないです。名言ではないです。いろいろあるよね、名言ね、はい、夢は逃げない、うん、逃げるのはいつも自分だ、うん、それあれだろ高橋さん偉人かどうか、偉人かどうか面白い人だけど、まあ、そうですね、うん、普通偉人とは言わない、うん、そうですね、うん、人民による人民のための、うんうん、敏感敏感全然影響受けてない、影響受けてないです、うん、ローマは一日にしてならず、うん、それも誰なのかもわからない、うん、大さん何かありますか？本当に困るな。だから少なくとももうバレてると思うけど、あんまり影響受けてないっていうね。そうですよね、偉人の名言に影響はあんまり受けてないっていうことはもうバレてるんじゃない？そうですね。でもなんだろうな、ちょうど今日ね、はい、ちょっと外雨降ってるんだけど、うん、松下幸之助さんの、はいはい、雨が降ったら傘を差すってのがあるんだよね。ほう、うん、ほうほう。で、一応それ名言とされてるんだけど、うん、俺あの初めてそれ聞いた時に、うん、当たり前すぎて、うん、もう偉い人が言ったら何でも名言だと思う、ね、雨が降ったら腹が減ったら飯を食うとか、そう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 もうで雨が降ったら傘を差すはみたいな、はいはいはいね、そんなもう、はい、それが名言みたいな、はい、いやいや本当に何俺も最初ね本当にもう笑っちゃったっていうか、ね、でもなんかその後ろにはこうすごい解説があるんだよね。あ、そう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 なのよ、そうなのよ、はい、だから最初は俺名言でも何でもないと思った、はいはい、うん、だけど最近雨が降ったら傘を差すっていうのは、うん、あの非常に実は好きでして、うん、どういうことですか？どんな意味で言ったのかって多分いろんな意味が含まれてると思うんだけど、うんはい、まず一つは雨が降ったら傘を差すように、うん、要は当たり前のことをきちんとやっていけば、うん、経営っていうのはうまくいくんだよっていうのがまず一つ目の、意外とこう、うまくいきたいうまくいきたいっていうふうに思っていて、うん、結構当たり前のことをおろそかにしてる人って、うん、まあいると思うんだよね、はい、うん、ちょっとしたこうお金のやり取りだったり、うん、あのメールの返信だったり、うん、一本電話入れるだったりとか、うん、なんか本当にこうすごく当たり前のことを、うん、当たり前に雨が降ったら傘を差すじゃない、うんうんうん、だからそれぐらいまず当たり前のことをきちんと当たり前にやればうまくいくんだよっていうのがまず一つと、はい、であと雨が降ってきた時に、うん、意外となんだよとか、なんでこんな時に降るんだよとか、あーなるほど、恨んじゃったり、はいはい、なんかこうなんとかしてやまないかなとか、うん、こう変な願望をかけちゃったりとか、うん、もう結構そういうふうにこうなんていうかな、考えちゃう人が多い、うん、だけど、うん、まず傘差そうよっていう話なんだよね。なるほど、そんな、うん、考えたりとかする理由とか考える前に、うんうん、あのそんなぐじ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 してたらずぶ濡れになっちゃうよと、はいはいはい、要は会社で言えばそんなことしてるうちに、ね、会社倒産しちゃうよと、うんうん、だったら雨が降ってきたなと思ったらじゃあさまず傘差そうよっていう、要は悩む前に行動しようってことだと思うんだよね。そうだから結構今回のコロナ禍とかもそうだし、うんうん、まあ、いろんなこと会社の経営やってると、うん、いろんなこと起こるじゃない、はい、うん、でやっぱいつもその時にうわなんでだろうとかうわどうしようとかの前に、うん、あ傘差そうってやっぱ思う、うん、なるほど、うん、だから意外と、うん、意外とっていうかもうかなりがっつり、うん、この雨が降ったら傘を差すっていうのは、うん、俺の心に刺さってるよ。シンプルですね。そう、最初は笑ってたけど、あはははみたいな、まあ、一喜一憂せずに、まあ本当に、うん、そういうことが起こったらそうすれば対応していけばいいってことですよね。そうそうそう、雨降るときやっぱりあるんだから、そうですよね、うん、そこでいちいち投げたり、まあ、手ふためいたりせずに、うん、傘差して、うん、行きたいところまで歩いていこうよっていう。松下幸之助さんはやっぱシンプルですよね、うん、なんかダム式経営の話もそうじゃないですか、うん、ダム式経営もすげえどうやったらダム式経営ができるんですかったら、しようと思うことでしたっけ、うん、そう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 、すごいし、はいはいはい、まあ、要はダム式経営っていうのは要は資金にね、はい、運転資金にとかにこう余裕を持って、うん、会社にあの余裕を持たせて資金を、うん、あれしとくってことですよね。そう、余裕を持って経営をしましょうと、うん、だけどやっぱりこう普
通の会社の経営の人たちって、うん、まあそれをやろうと思ってもそんなもう資金繰りが精一杯でそんなんできないんだよ、できないよと、うん、じゃあどうすればいいんだっていうのを、うん、まあ、そしたらこの木さんに聞いた時に、うん、しようとしないとできないよっていうね、うんうん、そうなんですよね。世の中の人ってそうしたいと思いながらしてないことってあるじゃないですか、うん、意外と多いかも。そう、それはある、はい、うん、でそれってどこまで本当にそうしたいかっていうことですよね、うん、そうそう、うん、でお金持ちになりたいとかさ、はいはい、うん、自由な時間欲しいとかさ、うんうん、多分いろいろ思ってることあると思うんだけど、うん、意外と、うん、もしかしたら本気でそれ思ってないんじゃないかなって思う人は、はい、結構いるわな。いや、そうなんですよ。でも、うん、世の中本当に本当にそうしたかったらそうなるんですよ、うん、絶対に、うんうんうん、確かに時間あるしね、はい、よっぽどほらスポーツとかさ、うんうん、そういうこう才能とかが求められるものじゃなければ、うん、そんなこう仕事とか、はい、ビジネスとか、うん、やっぱりこう学ぶ時間なんていくらでもあるわけだから。そう、そうなんですよね、うん、ただやっぱりその労力がかかるとか忙しいとかなかなか結果が出ないとか、うん、まあ、いろんな要素あるんですけど、うん、でもそうなるようにやり続ければなるだけの話じゃないですか、うん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 、っていうのはありますよね、うんうん、だからやっぱ松下幸之助さんの言葉ってシンプルで、うんうん、まあ、深いというか、うんうん、でも俺が実際大して考えていってんじゃねえかなと思ったんだよな結局なるほど、うん、もううまくいってる人の言葉はもう何でも確かによく聞こえちゃうみたいな。でもすごく影響受けてるから、うんうん、考えてたのかな、まあ、どうなんですかね。でもポロッと出る言葉がまさに日々意識してることなんだよ。そうだね、そうだね。それを意識してる人だからそれだけ大成してるわけですね、うん、まあそうだね、はあ、でもそうだね。だからそういう意味ではやっぱりこう今の時代こうやって変化も大きいし、いろいろねコロナとかもそうで、ね、思いがけないこととか雨が降るみたいにうわ嫌だなって思うことって通常よりも起きがちだと思うんで、本当にまさにあの雨が降ったら傘を差すっていうのはもう今の時代にぴったりな、確かに、うん、言葉なんじゃないかなと思って、うん、そうですね、ぜひちょっとそういう気持ちでね、はい、うん、ただ指してただ前に進んでいけばさ、うんうん、目的地つけるから。そうですね、うん、嘆いたりとかする前に、はい、うん、間違いないですね、うん、傘さして前に進みましょう。はい、はい、じゃあ以上です。はい、はい、キャリカレチャンネル良かった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、はい、あとですね、あの LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるためにいろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。